おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回もですね、前回に続きましてザ・スーパー忍び2、その後編をやっていきたいなと思います。まあ、このゲームね、全部でステージ7しかないのに、前半だけでね、ステージ5まで終わってしまって、しかもノーミスという感じなんですけども、今回はね、そのこのゲームの本番と言われているステージ6、ステージ7、たった2つしかないんですが、まあ動画の時間を見ていただければ、大体の展開は予想できるんじゃないかなと思いますけれどもね、最後までゆっくり楽しんでいただけると嬉しいなと思います。それでは、スタート！よっ。ここはね、本当に簡単でいいんですよね。さあ、来ましたね、ステージ6。ステージ6はね、すごい最初、演出的にはめちゃくちゃ面白いんですよ。さあ、ラウンド6、罠って書いてますけどさ、どんな罠が待ち受けているんでしょうかね。そう、こういう感じでね、どん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 落っこちていくっていう。ただね、2段ジャンプとかが必要になる場所も多くて大変なので、私はね、もうちょっと後半きつくなるんですが、このジャンプ力の上がる忍術、これをよく使いますね。まあ、使ってもね、死ぬ時は死ぬんですけども、ただやっぱりね、全然こっちの方が楽なので。ここは本当に神経使う。あのね、今飛んできたあいつがね、ほんと邪魔なんですよね。まあ、そら邪魔するために出てきてるのが当たり前なんですけど、にしてもだよそない邪魔せんでもねっていう。よっ。よしよしよし。わあ、危ない、危なかった。わあ、危ねえ、2匹になっちゃった。よいしょ、助かった。今すっげえ内心めっちゃ焦ってた。あ、助かったよし。ああー、しまったしょうもない、失敗した。もうちょっとだったのに。あと、もうほとんどあれさ、敵が出ない場面だったのに。あー、ゆっくりすげえ気を抜いてしまった今。あ、やばい、あ、やばい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 。わー、すげえ失敗したこれで私のノーミスの夢はついえてしまった。まあ、鼻からできるとは思ってないけどさ、絶対次のステージ死ぬから。たださすがにちょっと2回は死ねないからさ、ここで。あ、痛い痛い、危ない、あ、危ね。おーっと、怖いあー、怖い。そんな無茶しないで、本当にあー、これ助かった。よいしょ、あと1回2回ぐらい出てくるな、多分あいつ。やっぱりここだよね、さっき死んだの。もうちょっと先か。さあ、あそこの1アップね、今取りそうになったよねよいしょ。ああ、もうここまで来ればもうすぐだったのにな。どこまで落ちるんだこれ一体
さあこれでゴールですね。あーもうすぐだったのに。なんであそこで軽いジャンプしちゃったんだろうな。声が女子。ドッジボールで男子にボール当てられた時の女子の声だ。パワーアップした状態で来るとね、本当に簡単に倒せるんですけどね。あー区内500本もあったからな、投げたい放題だったんだけどな本来は。さあこれで、ステージ6の中間地点、お声が急におっさん。さあ後半ですね。後半のねこの場所はなんか前作のステージ1をちょっと思い出させるようなとこではありますね。まあ忍術があればなちょっと楽にいける。あーダメージ食らっちゃった。おいしょ。ここはね、この足場をね崩しちゃうとなかなか厄介なので、足場はできる限りキープした状態で、よし行った。一番左側から足場、よいしょ。ああまあほとんどこのパウの状態、パワーアップした状態をねキープできないんですけども、危ねえ、やっぱりもう一瞬でダメージ食らった。さあここで落ちてしまうと結局意味がないので、よし、いった、 OK。 ここもちょっと気をつけていかないといけないとこではありますね。このマリオワールドに出てきそうなこの場所よ、これね当たったら一発で死ぬんですよね、HP に関係なく。あった、助かった。何今の、びっくりした。死んだと思った今。区内の数48本か、ちょっと微妙だな、足りないかもしれないな。さあステージ、6のボスですけども、これ多分ね前作のラスボスと同じやつだと思うんですよね。まあラストまで行ってないんだよね私、前作は。ただやる前に動画で見たことがあって、それで知ってるだけっていう。変身前はねここにいてるとわりかし当たりにくいので、攻撃が外ればっかりだな。HP もねそんなに残ってるわけじゃないし、区内の数も少ないので、ちょっとチキンプレイと言われてもいいから、このできる限り安全というか確実にダメージを与えられる時以外は基本的と。あーくそ、上ばっかり行くな。小学生の2階建てベッドの取り合いか。よしよしよし、変身したね。
次どっから出る？あそこか。うわあと7発しかない。さすがに厳しい。いける？無理か。どうだ、あと何発だ。あーなくなってしまった。区内が、あーやっぶね、ギリギリだ。助かった。さあなんとかワンミスでラストステージまで来れましたね。悔やまれるね。このままクリアしたらすげえ悔しい。本当に途中でわざと死んでやろうかと思うぐらい悔しい。さあそれでは最終ステージ行ってみたいと思います。ここ背景綺麗だわ、すごいわ。よいしょ。まあわざと死ぬな、そんなことはしませんけどね。よいしょ。てかね、しなくてもね、連続でね、嫌でもここのステージは死ぬんですよね。まだ一度もノーミスで行ったことなんかないな。よいしょ。よいしょ。あ、パワーアップした状態だったと思ったらすぐにパワーアップがなくなってしまった。なんということだ。さあタイミングをよく見て、よいしょ。あの煙に当たってそのまま下に落下するっていうのはもう本当にここではもう何回もやらかしたことなんでね。でここはね、よ、二段ジャンプを使わないといけないので、よいしょ。ここも同じように二段ジャンプ。よし。あー、あそこちょっと緊張するから、よかったよかった。ちょっとなんだろうね、アクトレイザーを思い出させるなこの感じ。おっと、ここ結構ダメージ食らっちゃうね。まあ、とりあえずね、ここさえ登りきってしまえばもうラスボスまではまだまだ先なんだけども、ちょっとすぐって言おうかなと思ったけど、よく考えたら全然違うかったと思って。ちょっとあれだね、忍術を変えとかないと。まあ、ここでちょっと回復はできるんですけども、危ねえ。これは無理して戦わない方が得策だ。避けたつもりが避けてねえ。よいしょ。すごいよね。あーっと、助かったと思ったら食らってた。ああよかったよかった。これあるとないとで全然楽違うんでね、このパワーアップした状態をうまくキープしていけば割と楽にここは進めるので。おっと危ね。3発撃ってくるっていうのをね、間違えることが多いんだよね。よいしょ。まあ、なんか R タイプの巨大戦艦をなんか生身の人間が壊してるっていうような風にも見えなくもないね。また
確か1,2,3と。よし、もうちょっとかな、もうちょっとだ。おお、危ない危ない。そしてまた出てくるでしょ、上から。さあ来た、もうちょっとでこのステージの本番だよこれ。正直こっからが本番だよ、このステージの大変なのは。ちょっとなんかね、失敗するとね、連続で死んだりするからね、こっから。あいた、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 あいた。本当にあれだよね、もうこれでもかと言わんばかりすごい仕掛けを持ってくるなと思うわ。さあここで残機がでも9機まで増えてるね、びっくりした今。こんな増えてんの、1アップ取ってないよね。あっと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 、あ、危ない、あー失敗した、何してんの俺。でもこれであそこで死ななかったらノーミスだったのにという呪縛から解放された。悔しい。あああそこね、実は私結構苦手な場所だったりするんだな。よいしょ、うまくいくときはね全然シンプルにいくんだけども、あ、いたー。ちくしょう、ちょっと焦ったな。よし、まず一回このまんま降りよう。あ、危ね、あれ、おーしよしよ、いた、助かった。よしよしよし、いったいったいった。もうダメージなんか関係ない、いけたらいいんだ。あー怖かった。どうだっけ、普通に降りていいのか。やべ、ちょっと間に合わない。ここねもたもたしてるとね、こいつが先に行っちゃって、ここどうやって行けばいいんだろうって最初すごい悩んだ。これが出てくるっていうのが分かんなくて、次来るまで30秒ぐらいあるのかな、時間が。そしてよいしょ、ここはね頭ぶつけるとすぐ死んでしまうので、頭ぶつけない程度に。あー怖い、あー怖い、あー怖い、ちょっと待ってください。やばいなこれ、本当にもう。まあでもほら、体力回復した状態で来れたけど、結局ダメージを食らっちゃった。しまったな、バリア張っていってもいいんだけどな。もう少し下に下がるまでちょっと待たないといけなかったね、ここは。いや分かってはいるんですよ、分かってはいるんですけども、一応ね目安としてはね、赤色がね下のとこに消えたら行くっていうので、私はいつも言ってるんですよね。よしよしよし、 OK、 いった。よいしょ、よし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 、もうほんと焦るね。まだ続くけどね、まだまだ終わんない。さあこの忍術を取っておくと
まあ、これをちゃんと最後まで持っていければ最後のボスがすごい楽になる。よしよっ。また本当にこれ無茶なこと考えるよね本当にもう。よいしょ。ちなみにここを左に行くとここに1アップがありますね。まあなんかあんまりあれだったね1アップの縛りの意味あったのかなかったのか分かんないくらいの残機になってますね。途中でなんか俺間違って取ってないかっていうのちょっと心配になってるぐらいだけどねだからねここにねあの1アップを全部取っていくと最終的にもう14、15、6機ぐらいになるから、慣れるとねノーマルでクリアするのはねそう難しいゲームではない。でまあ、クリアしてから言おうそういうことはよっ。ここも同じようによしったよしいったいった。さあもうちょっとだよ。そしてここは壁がどんどん迫ってくるから、その迫ってくる壁を利用して三角飛びしていくっていう。でもいよいよねこのラストが近づいてる感があるのはいいよね。あいた。本当このステージだけで言ったら諸星当たる波に電撃食らってんな。おしおっしゃーいったー、ラスボスだー。さあではいきます。私はねまずこのラスボスは最初にすぐバリアを張りますね。56発かー、ちょっと少ないなー。まあいけるかな。そしてここでひたすら撃つと、おー危ねっ。そしてバリアが解けたらもう一回バリアを張ると、倒した早いこれねパワーアップした状態、あの武器がでやると非常に楽なんですよね。ただあれがない状態で戦うと結構私は強いと思うんですよ。だからね残機がね実は十何機あろうが何機あろうが1回目でね失敗して負けるとその後もうね悲しいぐらいに連続で死んでいくっていうこともよくある。いやー戦いは終わった。闇の翼は燃え上がり、その実は大地を震わせた。風は静寂を乗せ武蔵を優しく包み込む。傷ついた体に安らぎが訪れた。だが激動の世紀末、渦巻く欲望の裏側で悪の大刀は繰り返される。そしてまた一つの歴史が変わるとき、闇を駆けゆく者がいる。それが影、それが忍び。はい、ということでございましてですね、いやーなんとか無事エンディングを迎えることができました。結局なんだ3ミスしたのかなかなかできそうでできないノーミスだね本当に。まあそれでもね、まあまあいい感じのプレイはできたんじゃないだろうかというふうに自分を慰めておこうかなと思います。まあ私このねザ・スーパーシノビ2が大好きなんで、まあ結構あの暇な時とかにやってたりするから、まあ今回はね、まあ、このゲーム、動画にしたいなと思ってね。やっぱほら他のゲームをやるようになってね、ちょっとプレイがまたできなくなったらね
腕が落ちちゃうんで、その前にね形にしたいなと思って動画にさせていただいたんですけども、まあ、順番はね変わってしまいますが、まあ、ザ・スーパーシノビ1とかね、あとシャドウダンサーとかね、そのあたりもまあもう少し練習してね、まあ、せめてノーコンクリアぐらいはできるようになったらですね、また動画にして、いきたいなというふうに考えてはおりますね。まあ、このゲームね本当に私思うんですよね、これ途中で喋ったか喋ってないかもねうっすらと記憶に定かではないんですが、まあ、同じこと喋ってたらね申し訳ないんですけども、そのメガドライブのね、まあ、好きなゲームランキングとかね、思い出のゲームのランキングとかってなった時にあんまりねこのゲームが入ってきてる印象がないんですよね。うん、それがね、まあ、なんでだろうなって、まあ、私もそのこのゲームやるようになったのはもうほんとずいぶん発売してからずいぶん後になってからの話なんで、あんまり偉そうには言えないですけども、ただこのゲームプレイした時にめっちゃ面白いって思ったんで、だからね、もっとほんといろんな人にやってほしいなと思うんですよ。ただあの Wii のバーチャルコンソールはもうチャージが終わってしまったんでね、今もう入金している方のみしか買えないんですが、確かね任天堂 3DS のバーチャルコンソールでは確かまだ買えたような気がするんですよね、このゲーム。なのでね、興味がある方はねぜひ買ってやってみてほしいなと。あれなんだっけ、スイッチのセガエイジスにこのゲーム入ってくるんだっけな、どうなんだっけな、その辺はちゃんと調べてなくて申し訳ないんですけどもね、気になる方はサンダーフォース4が入ってくることだけはよく知ってるんですけどね。さあ、そして最後この To Be Continued、 これ何なんだろうな、いつも思うけど、これ難易度ノーマルじゃダメなのか、ハード以上やれってことなのかな。私何回もクリアしてるくせに、何回もクリアできるくせにいつもノーマルでしかやってないからね、今度ハードに挑戦するべきかな、ハード以上に。それか続編作る気満々だったのかな、まあその辺はどうなんだろう、詳しい人が教えてくれるだろうそれかこの後調べるかどうか分かんないですけどもね。さあということでございましてですね、この背景がまた綺麗だね、いいね本当に。まあこのゲームをやって改めてこのメガドライブの本当すごさ、ポテンシャルはね本当に、見えたなというか、すごさをね見せてもらえたなっていう気が本当にいたしますね。本当すごいハードだよこのメガドライブが出た時は、まだ世間はファミコンで賑わってたっていうのに。さあかっこいいねやっぱり馬に乗る忍者は。ということでございましてですね、ここまで見ていただきまして本当にありがとうございました。次回はねどんなゲームをやるか分かりませんが、よかったら見ていただけると嬉しいなと思います。ということでここまでは私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。